テレ東。東京渋谷の東急百貨店東横店で午前7時からおよそ4時間にわたって停電が続きました。9階でね、友達と一緒に食事をすることになってたんですけどね、もう全然上に上がれないですから。東急百貨店は正午から一部フロアを除いて営業を再開していますが、詳しい原因は分かっていないということです。この影響で渋谷駅構内の一部も停電しましたが、鉄道への影響はありませんでした。